釣りガチ勢の皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、このねビニール袋、コンビニ弁当とかね、スーパーとかね、こういうポリエチレンっていうんですかね、これね、このね、まあゴミ袋っていうかレジ袋ですよね。これのね、まあご紹介っていうかね、畳み方のご紹介なんですが、こういうね三角折りにしてね、持ち運ぶ非常に便利ではないかなと思ってね、まあこれ昔からあるやり方なんですが、ご紹介させていただきます。まずね、こう弁当とかね、釣り場にねこう持ってかれること多いと思うんですが、ビニールっていうのをこうやってぐちゃぐちゃぐちゃってね、こういうのやって持ってってもよろしいんですよ。コンパクトにはなりますが、どうしてもね、この見た目が汚らしいのと、空気が入ってかさばったりして、ね、ぐちゃぐちゃになるの嫌な場合で、初めにね、まあ、きちっと、ね、折って使うっていう方法な、ただそれだけなんですが、まず、ね、こう3次元でね、ぐちゃぐちゃになったものをね、平べったくね、2次元にしましょう。このね、手持ちの部分ね、ここ、こういったね、角度の、ね、折り目が入ったものはよろしいんですが、ちょっとやりづらいんですが、なるべくこう空気を抜くような感じで、まったいらにしますね、まず。まったいらにして、これをね、折っていきます。こう折りながらね、こう空気抜いていくと、よりよろしいんですが、順番にこうやって折っていきましょう。これは三つ折りね。三つで折っていくと、こういう状態になります。で、よいしょでね。そしたら空気抜きながらね、底の方から三角形、二等辺三角形作っていきます。ギュッと。結構ね、こう折る。で、こう折る。で、こう折る。で、ただね、こういうふうに折っていくだけなんですが、そうするとね、ここにポケットができてるんですよ、こういうふうに。ここポケットができてるんで、最後にね、このね、ポケットの中に、このね、この手の部分、手の部分を、まあ折り返してもよろしいんですが、折り返して、入れて、ここに入れてもよろしいんですが、ある程度のね、長さのところで、折り返してね、この辺はまあ自由に、ね、この中に袋ができてるんで、この袋の中に手元のところを入れていただいて、で空気を抜いていただきます。だいたい三角形になります。ちょっとね、なんか汚くなっちゃった。もうちょっと。こうやっておけばね、非常にコンパクトに、ね、収まりますので、こういう感じね。で、家からね、持ってくときなんかも、まあ、新品でね、持ってかれるときなんかも、三つ折りとか四つ折りとかして持ってった方がね、かさばらない方がよろしいんじゃないですか。まあね、ポイントはもう空気を抜いていただいて、だとね、こう三角形になっていくっていう感じだけなんですが、
二つ折りとか三つ折り、二つ折りでもね、できないことはないんですが、空気抜いていただいて、この空気抜くのがね、大事ですから。二つ折り。今日はね、ちょっと糸の結びとか関係ないんですが、渓流釣りなんか自分もやるんでね、ゴミなんか入れるのに、ね、こう持っていくときにね、こう便利な方法。ガス、なるべくね、かさばらない持っていく方法、ご紹介しようかなって。こういう感じで、ね、持ってっていただければ、ね、非常に薄くてね、ちょこっとね、まあ、ザックに入れていただいたり、なんかね、こうポケットになってますから、ここはね、こう入れていただいても結構です、こういうね。ぐちゃぐちゃぐちゃってね、丸めて入れるよりよろしいんじゃないかなと思ってね、今回ご紹介させていただきました。こういう感じでね。雑談ではありますが、今回はね、ビニール袋、コンビニ袋とかね、そういったものの、まあ、片し方というか、なんていうんですかね。使うときはね、こう広げて。まとめ方ですよね。まとめ方。四つ折りにするともっと小さくなるのかな。一、これで三つ折りなんで、あんまり小さくするとやりづらいですね。自分はいつも三つ折りなんですが、四つ折りにしてやってみようかな。このね、手のところだけ、持ち手のところだけこうよく伸ばしてやれば、どんどんコンパクトになってきますが、厚みが出ちゃうのかな。空気も入りやすくなるんですね。逆にね、あんまり細かくする。この入れづらくなっちゃうかな。最後のところね、非常に、まあ、コンパクトになりますね、四つ折りの場合。ただきちっとやらないと折れ目が出ちゃうっていう。弱点がありますな。と厚みがちょっと出ちゃうね、四つ折りが。さほど変わらないか。以上、今回ね、ビニール袋のまとめ方、ご紹介させていただきました。それじゃあね、皆さんね、またお会いいたしましょう。さよなら。